演舞開演。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。今日は誕生日クリスマス。どうも。というわけで本日はクリスマスですね。私のところにもプレゼントが来ました。こちらは SBS 食品さんが送ってくださったものです。では開けてみたいと思います。なんだかいろいろ入ってますね。まずこれからカードなんてもらうの初めてです。クリスマスカードです。お祝いメッセージ、嬉しいです。かわいいですね、このパンダ。他には何が入っているのでしょうか。ああ、クリスマスの SBS 商品の宣伝新聞のようですね。美味しそうなお菓子がいっぱいです。おっと、靴下の登場だ。中身は蜂蜜シュガー、ガーリックトースト、シナモンシュガー。食パンにかけるというかもしれないですね。私トーストあんまり食べないんだけどな。でももらったのし、何か使える、何か使おう。さらにはこんなものも入っていました。ヨーグルトムース、いちごムース。ジュレっぽくなるということなんでしょうか。と先ほどこうしたものを見ていました。どうやら先ほどのスパイスのアレンジレシピのようですね。これは嬉しい。何に使おうかな、何か作ろうかな。次はここに書いてますね、ポストカードだそうです。鏡餅、恵方巻き、桜なのかな、なんだろう。1年分のようなだんだん季節感が、あ、強く。七夕、夏、海ってことかな。ビーバースデー、この月が生まれた日ってことかな。トリックはトリート。ちょっと寒いかな、私の誕生月は。そして来年の、来年もまたプレゼント欲しいな。はい、では続きましては何か入ってるんですね。何かを立てかけるためにやる台のようなものなんですが、というわけではないようですね。
次でラストです。ラストは、先ほどのスパイスと一緒に使うプレートのようです。これにのせて振りかけて取るとということですね。機会があれば使ってみたいと思います。他にも何か使うかな。以上です。クリスマスプレゼントやっぱりもらえると嬉しいです。そしてコメントしていただけるともっと嬉しいです。それでは失礼いたします。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。